Thank you.
30分時間切れ引き分け、エミレイ選手3度目の防衛となります。あの沙織に負けなかった、負けなかったけど勝てなかった。本当は今日ここでしっかり勝ってスターダムにはこの白いベルトのチャンピオン未来がいれば大丈夫だって証明したかったけど、それができませんでした。まあ、欠場者が多い中、今日の会場の入りも厳しい。チャンピオンとしてはすごいやっぱり責任を感じています。で、あの沙織は花もあるし人気もあるし、そんなあの沙織に言われた指示、その指示っていう部分に関して、これから自分はもっともっと深く考えていかなければならないなってそう思いました。でもルールはルールだから、今日引き分けだったけど白いベルトはちゃんと自分のここに帰ってきました。だからこれからも白いベルトのチャンピオンとしてこのベルトと一緒に成長していきたい。そして必ずここには未来がいれば大丈夫だってそう魂込めて証明してみせます。未来、あんたの肩のに重いな。重いと思ったことも荷だと思ったこともないです。私が支持するわ、あんたを。そしていつかそのベルト巻いてやる。その時まで持ってろ。いろいろ言ったけどさ、私は
あんたのこと好きやで。白いベルト守り抜きました。最後に一言、自分も阿道沙織が大好きです。指示なんて二の次よな。未来はめっちゃ魅力的やわ。私が体を張って胸張って言えるスターダムのワンドオブスターダムのチャンピオンはすげえレスラーやわ。そのすごいレスラーと30分戦ったことが今の私にとってのレベルであって鏡かな。未来、お前と戦おう。じゃあ私は新たな道へ進むかな。阿道沙織と引き分けの末、ドローの末、このベルトが自分の元へ帰ってきました。勝ちに等しいドローだったのか、負けに等しいドローだったのか、それは見たお客さんが決めることだけど、自分は本当は勝って堂々と自分がいれば大丈夫だって証明したかったけど、それができなかった、11.18、自分の中ですごい歴史に残る一日になりました。でも白いベルトは自分の元に帰ってきたので、これからしっかりもっともっとスターダムを背負えるような、スターダムを任せてもっともっと任せてもらえるような、そんな選手にもっともっとなっていかないといけないなって自分は思います。そして中野タム、ちょっと不甲斐ない結果かもしれないけど、しっかりこのベルトは守りました。
分は待ってます。以上です。スターダムのメガビッグマッチ、スターダムドリームクイーンダム2023、12月29日両国国技館、今年一番きらめく瞬間、お見逃しなく。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。